テレ東。ユニクロなどを展開するファーストリテイリングは、去年9月から今年8月までの通期の業績予想を下方修正しました。売上高にあたる売上収益は、これまでの予想よりおよそ1割、純利益は4割近く減少するとしています。修正の理由として、新型コロナウイルスの影響で世界の412店舗を臨時休業していることなどを挙げています。ただ、収束状況によっては今後も変更の可能性があるということです。同時に発表した去年9月から2月期の決算は減収減益となりました。